はい、皆さんこんにちは、お集まりいただきありがとうございます。パリオリンピックに出場する、2チームですね。今回、マリとウクライナという出場するチームとトレーニングマッチが組めるというところで、本当に対応してくれた、両チームの関係者の皆さん、そして、マッチメイクに、我々JFA 内のスタッフも本当に奔走してくれて、いいカードが組めたというふうに思っております。このことに関しては本当に嬉しく思います。我々まだ出場権を得ていない中で、出場が決まっている2チームとレベルの高い強化試合ができるということは本当に嬉しいことだと思います。我々としては最終予選4月のに向けて最後の本当に重要な準備の2試合となります。これまで96年のアトランタオリンピック以来、今回の予選は本当に難しい過酷な予選になるのかということを本当に想像しております。厳しい予選になると思っています。この3月からですね、ぜひ皆さんのそのエモーションの高まりというか、簡単でないアジアの予選をここから盛り上げて、4月そして5月3日のファイナルに臨めるようにですね、まず予選をしっかりと戦う準備をしてまいりたいと思っております。そして京都、北九州、の、運営の皆さんであったりとか関係者の皆さんにも本当にサポートいただくことに感謝を申し上げたいと思います。と合わせてご支援引き続きよろしくお願いしたいと思っております。あと、メンバー皆さんのお手元に届いているかと思いますが、この IW のインターナショナルウィークの活動で、特に FC 東京さんはこの世代4人の招集にご協力いただき、サムライブルーで長友選手も招集いただき、本当に多大なる、負担になっているかもしれませんし、そういう意味ではご協力いただいたことに対してですね、感謝申し上げたいと思います。非常に厳しい制限のある招集の課題があります。そんな中、我々大岩監督はじめスタッフがですね、本当に厳しい招集条件の中で、落ち着いて本当に冷静に仕事をしてくれています。このことは頼もしく見てますし、コーチングスタッフ、メディカルスタッフ、サポーティングスタッフ含め感謝をしているところでございます。正直この4月の予選、私危機感しかありません。本当に厳しい条件の中で、この予選をどう勝ち抜いていけるのか、スタッフ、監督には本当に大きな負担になっているとは思います。できる限りのサポートを我々も、して、まずはパリ行きの切符をしっかりつかめるような、ここからの、盛り上げにつなげていきたいというふうに思っております。皆さんにもお願いがあります。ぜひ予選突破を達成できるようにご支援ご協力をいただけたらなと思います。この場を借りてお願いになりましたが、力を貸してください。そうですね、まず招集のところが非常にハードルが上がっていて、監督が、求める全員が呼べるわけではないというところのハードル、もう一つは日程が4月にずれ込んだことで、そのヨーロッパとの関係とかさまざまな面で本当に厳しい今交渉になってますし、カタールで行われる最終予選は暑熱の戦いもあるでしょうし、そういう意味で過去に例がない、状況の中で、各国とも本当に力を上げています。というのはワールドカップの出場枠がアジアで増えましたことによって、そのトップ4のグループの次のグループが本当にこう
強化、さまざまな面で強化を進めていて、そこに育成の強化というところが入って、アンダー世代から世界に出てきているクラブ、チームが、選手たちが育ってきています。まあ、そういう流れもあって、ここから そのワールドカップの枠とこのオリンピックの 3.5 という枠は本当にハードルが高いものだと思ってますので、全体のアジアの底上げっていうところも含め、本当に厳しい戦いになるというふうに覚悟はしています。